こんにちは。福井です。あと5分で始めます。少々お待ちください。お一人入ってくださった。あと3分で始めます。またお一人増えました。嬉しい。ありがとうございます。なんか見た方、入りましたとか、ぜひメッセージください。あ、すごい、めっちゃどんどん増えてきました。嬉しいです。あと2分で始めます。お、どんどん増えている。あ、こんばんは。よろしくお願いします。ゆう森さん。ゆう森さん。もしかして、LINE アットとか、いただいたかな？あ、あさみさん、お久しぶりです。子供を寝かしつけつつ拝見します。全部見れることを祈ってます。嬉しいです。ほんと、寝かしつけ大変ですよね。私もなんかさっきギリギリまでやってました。お、あともうちょっとで、あと1分で始めます。もうなんかすごいいっぱい見てくださってる。ありがとうございます。なんか昔、Facebook ライブやったんですよね。で、今日はちょっと YouTube ライブ初めてやろうと思ってますんで。聞こえるかな？聞こえてるかな？はい。それではですね、10時になりましたので、徐々に始めていきたいなって思っております。改めまして、こんばんは、福井恵美です。よろしくお願いします。これって、ちょっと初めてなんですけど、聞こえてますか？聞こえてるっていう方は、ちょっと聞こえてますっていうふうにメッセージいただきたいんですけれども、もし、LINE アットの URL の方から、ちょっと YouTube の方に飛んでいると、コメントとかちょっとしづらいと思うので、そういった場合は、
ですね。この、あ、見えるかな？見えづらい。ちょっとこの、LINE アットから飛んでる、このリンクのところをクリックすると、YouTube に飛ぶんですよ。で、YouTube に飛んでて、で、それで、結構こう、皆さんとライブの時に、質問とか、いっぱいコメントとかいただきたいなって思ってるので、このリンクから飛んだ時にですね、ちょっと見えづらいかな？あ、見えるかな？この、四角のこのリンクと、サファリとか、クロームに飛ぶやつってわかります？ここを押していただくと、なんだろう、ブラウザの方に飛べるので、で、ブラウザの方に飛んでいただいて、YouTube を見ると、コメントを書けるようになるので、ぜひそちらの方を活用して見ていただけたらいいなっていうふうに思います。わかります？OK ですかね？なんか、コメントとかのやりとりとか、ぜひやりたいなっていうふうに思ってるんで。あと、見えてますか？ちょっと見えてますっていう方、ぜひ見えてますっていうふうにコメントください。見えてるかな？メッセージの書き方わかります？それからなんかいいねボタンとかちょっと押してみてください。ぜひね、レスポンス欲しいなと。あ、見えてますか？嬉しい。あ、見えてる。見えてます。読めてますか？あ、のぞみさん、ありがとうございます。アメリカから見ていただいている。ということは、向こうは昼ですね。向こうは昼ですね。あ、見えてます。永田美香子さん、見えてます。ハート、ありがとうございます。わ、結構、いろんな、なんかすごいな。結構、いいねボタンもすごい。ありがとうございます。じゃあ、早速ですね。あ、すごい。朝、あ、ですよね。朝ですよね。朝ですよね。ね、のぞみさんもぜひね、このね、YouTube ライブっていうのは、今後、バンバン使っていただきたいなっていうふうに思ってるので、ぜひ、なんかそういった目線でも見ていただけたらいいなって思うんですけれども。結構ね、これ見ていただいてる人、私の多分、クライアント様とか、まあ、生徒さんの方とかも結構いらっしゃったりとか、あと、結構今日も LINE アットですごいたくさんの方とやり取りさせていただいてるんで、ちょっと初めて福井のことをちょっと見ましたっていう方もいると思うんですけれども、まあ、なんかこんな感じでちょっとやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ今日の本題なんですけれども、まあ、テーマが、まあ、女性の初めての、まあ、起業に最適、コーチング起業についてということなんですけれども、ですね、今、LINE アットの方で、結構先行配信みたいな形で、コーチング起業に、まあ、ちょっと特化して、オンラインで、講座っていうのを、まあ、5月以降ですね、ちょっと開講しようと思っておりまして、今、まあ、福井の結構こう、クライアント様は、まあ、女性強み企業っていうくくりで、まあ、ちょっと女性企業支援っていうことで、まあ、ウェブデザイナーの方であったりとか、ウェディングの、まあ、ウェディングプランナーとか、そういった経験ある方とか、あとはですね、まあ、ヒーリングであったりとか、まあ、もともと、こう、本当に OL の方でゼロからっていう方もいますし、主婦の方とか、もう本当に結構多彩な方ですよね。で、その中でも結構ですね、まあ、私がかなり、まあ、ちょっとコーチングと、あとまあ、マーケティングと集客術っていうのは、本当にトータルで教えてるんですけど、多分結構コーチング愛が、コーチングラブすぎてですね、結構生徒さんの方にも、コーチングっていいよみたいな感じですごい言ってたら、なんかこう、企業プラスコーチングも自分の、事業に取り入れたいな、みたいな方がすごいこう、増えてきてですね、ああ、やっぱりコーチングってすごい万能だな、っていうふうに自分自身も思っていて、ほんといろんなこう、業種と、こう、
つなげてったら、めちゃくちゃ面白いんじゃないかなっていうふうに思って、で、今回、その、コーチング企業っていうので、ちょっと特化してやったんですけど、めちゃくちゃですね、反響がすごいあって、本当にセッション、体験セッションっていうのを希望される方いますかっていうことで、本当あんまり最近体験セッション全然やってなかったんですけど、半年ぐらい、そこまで、キャンペーンとかもちょっと時間がなくて全然やってなくて、で、思い切ってまあやってみたらすごい何十人もの方から来て、今結構、まあ、パンパンなんですけど、でも、すごい嬉しいなと思って、まあ、コーチング企業とはっていうことでちょっとお話したいなっていうふうに思ってます。うわ、なんかすごい、どんどんめっちゃ見てくださってる方が増えて嬉しいですね。結構お子さんいらっしゃる方とかも多いんですかね。寝かしつけ終わった後とか、なんか OL の方とかも結構残業してからギリギリで間に合いましたっていうのが結構10時っていうのが多くてですね、私自身体験セッションとか、クライアントさんのグループセッションとか、そういったもの全部夜10時以降みたいな感じでやってるんですけど、結構白熱するとですね、なんか日付超えたりとかも結構たまにあるんですけど、まあそれでも、こうちゃんと、みんな学びを継続して、多忙な OL さんであったりとか、忙しい、こう、主婦の方でもずっと継続して学ぶことができるっていうのは、やっぱりこういうオンラインを活用して、夜10時からとかでもできるっていうのは、すごいメリットだと思うんですよね。はい。じゃあ、今日はですね、4つの項目について話したいなっていうふうに思うんですけれども、まず、1つ目が、女性にとって、まあ、最適な企業スタイルとは、ということですね。で、2つ目が、コーチング企業に欠かせないもの。で、3つ目が、コーチング企業の需要ってどういうことだろうっていう。で、最後が、と、コーチングと企業についてとか、そういった点で、まあ、いろいろお話していこうかなっていうふうに思っています。はい。で、まず最初に、女性に最適な企業スタイルっていうことなんですけれども、どういったこと、まず、一番最適だなっていうふうに思うのは、まず、時間が自由であること、起業するにあたって一番多分必要なのは自由であること、時間が自由であること。で、二つ目が、単価を自分でまあ決めれることですよね。まあお金、お金っていう面で言うと単価を自分で決められること。で、まあ三つ目が本当に好きなことですよね。好きなこと。好きなことが、まあちゃんと、できるっていう。で、まあ、この3つが全部トータルでいくと、人の役に立つとかね。で、あとは、あなただからっていうふうに言ってもらえる仕事。こういったことっていうのは本当に女性の起業っていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、私も結構周りに男性の、まあ、経営者の方とか、本当に同世代とか、年下の方とかでも、まあ、起業してる、友人とか、知人とか、すごいいっぱいいるんですけれども、やっぱりですね、結構、こう、男性は、どっちかっていうと、なんか、自分の、できること、まあ、なんか、やりがいとか、生きがいとかもめちゃくちゃ大事なんですけど、まずはできることで、もう本当に死ぬほどやってみようとか。まあ、結構聞くのが、もうお金になることだったらどんだけでもやってやろうみたいな。まずそれからでしょみたいな話とかもよく聞くんですよね。だから、初めの方は、結構、ブランドものを、こう仕入れてきて、転売するとか、あと、なんか他にも聞いたんだと、まあ、もともとやっていた自分のサラリーマン時代の、業種をそのまま引っ張ってって、できることみたいな風にするとかですね。
いろんな、まあ、話を聞きます。まあ、あとは家業を継ぐとかね。とか、まあ、やっぱりこう、男性って結構こう、やらなきゃいけないからやると、やる。で、まあ、稼ぎたいから稼ぐとか、まあ、そういったこととかすごい重要視されると思うんですけれども、やっぱり結構こう、女性っていうのは、やっぱ好きなこととか、生きがいとか、やりがいとか、そういったものがないと、結構こう、だんだんね、なんかこう、悲しくなってくるんですよね。うん。なんか、やっぱりそんな別に、私も実は一番最初、なんかやろうかなとかって思った時に、こういろんなものがあって、で、一回ね、FX とかちょっと勉強してみたこととかあったんですよね。なんか、自宅でできるかもとかって思って、で、大学の時の、その、結構こう、親しかった、大学の一個上の男の先輩が、こう、結構大学生の時からめちゃめちゃ株とかすごいそういうファイナンス知識みたいなのすごくあって、で、いや、めっちゃ面白いよみたいな感じで言うんで、ああ、なんか、まあ、ちょっと、どうなんだろうと思って、まあ、本とか読んで勉強してみたりとか、まあ、あれも結構、こう、確率論っていうか、こう、法則みたいなのがあって、ね、逆張りとか、なんか、いろいろあるんですよ、こう、テクニックみたいなのが。で、多分、真剣にやれば、ちゃんとこう、できるし、まあ、ある程度、こう、賭けは必要だけど、多分、仕事にもできると思うんですけれども、やっぱり、ちょっとこう勉強して、まあ、セミナーとか行ってみたりとか、いろいろ行動してみたんですけど、なんか結局自分の頭の中全然そこが入っていかなくて、あ、これダメだなと思って、で、やめたんですよね。で、デモトレードぐらいの時で、あ、もうこれちょっと、もう結構ビビっちゃうんですよね。デモトレードの時点で。なんか、恥ずかしいんですけど、全然デモのくせに、ちょっと、10万とかかけるのすごいなんか怖いなみたいな感じで思っちゃって、ああ、これ私は絶対賭け事とかそういう、トレードとかそういうのは絶対向いてないなと思って、で、辞めたんですよ。で、辞めたんですっていうのを、その大学の先輩とかに言ったら、なんで面白いのにみたいな感じで言われて、で、まあ、その先輩は、本当にサラリーマンでも多分できる方、エリートサラリーマンなんですけど、こう、めっちゃ激務の中で、こう、唯一の僕の癒しは、お昼休憩の時にデモトレードの株のチャートを見ることが、もう本当に楽しくてしょうがないみたいな風に言ってて、で、それで1000万ぐらい、こう、ちゃんとお金になって、レンジローバー、イギリスのなんか大きい車みたいなのを、まあ、買ったんだよね、みたいな感じで言ってて、まあ、これ絶対この人だから多分、なんかすごい攻撃派なんですよね、どっちかっていうと。で、こう、もう男たるものめっちゃ攻撃しなきゃダメだみたいな、なんかそういうことをずっと大学生の時から言ってて、あ、もうこういう闘争心に溢れてる人じゃないと若干なんか FX とか株とかダメかもとかって思って、で、まあ辞めたんですよ。で、まあ、いろんなことやった中で、私、コーチング起業する前に、紅茶の教室っていうのを実はやってたんですよね。知ってる人いるか、いないかちょっとわかんないんですけど、実はやってまして、で、それも結構、ちゃんと、もともと紅茶の会社にいたんで、まあ、知識もあったし、まあ、その、紅茶自体はすごい好きだったので、まあ自宅でやってて、まあテレビ、結構テレビのなんか取材受けたりとか雑誌載ったりとかいろいろやったんですけど、でもね、やっぱりなんか結構こう単価がやっぱりこうわかるんですよね。うん、なんかこう全体の業界としてのこう単価みたいなのがわかったんで、あ、これはなんだろうな、なんかこう自宅でやってるのもすごいこう、子供が0歳とか1歳の時はめっちゃ楽しいんですけど、なんかもっといろんな人と会いたいなみたいな風に思ってきたのと、あとはもっと自分の、なんだろう、商品に対して自分でもっとこう伸びしろをつけたいなみたいな風に思って、で何かないかなみたいな風にずーっと探し回って、1年ぐらいずっと子連れでいろんなとこ見ながら、本当に、行政の無料相談とかなんかいろんなの行ったりとか探してたんですけど、全然これっていうものがあまりなくてですね。で、紅茶教室は、まあなんか面白い、めっちゃ楽しいし、私も今でもね、紅茶めっちゃ大好きなんですけど、でもなんかもっと他にもなんかありそうだなと思っ
て、で、しかもかつ原価がかからないものっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかなって思ったんですよね。なんか結構こう街歩いてて、いろんなこう、最初こう紅茶からの延長で、なんかお茶業界とか、なんかそういうので起業しようかなとか、いろいろ考えたんですけど、輸入コストもね、前会社行ったから知ってるんで、なんかこう空輸するだけで50万とか1回仕入れでかかるとか、あと、なんだろうな、こう、街の表参道とかの、こう、コーヒーショップとか、こう、紅茶屋さんとか見てても、どう考えても、なんか、全世界中で、カフェで、すごい、こう、めちゃくちゃドーンって広まってるのって、タリーズとか、まあ、スターバックスとか、ドトールとか、なんかもう本当に結構限られたぐらいしかないな、みたいな風に思って、これはなかなか、こう、お茶業界っていうのは結構難しいんじゃないかなっていうふうに思い、で、悩んでいたところ、こう、たまこう、コーチングっていうのに出会って、で、多分、あ、なんだこれはめちゃくちゃ面白いぞみたいなふうに思ったんですよね。で、その時に、こう、コーチングのデモセッションみたいなのを見たんですけど、あ、なんかこういうコミュニケーションとかめちゃ好きな人とか、あとこう、なんだろう、結構人と話すのが好きな人とか、あとこう、熱いタイプですよね。なんかこう、ポジティブなタイプの人とか、そういう人っていうのは多分ね、絶対ハマります、コーチングは。絶対ハマると思うんですよね。で、私もその時になんか、あ、これはもう絶対なんか日本に、流行りそうだみたいな。まあ、20年前からちょっとずつこうあるんですけど、あるけど、じゃあ自分の周りで、なんかこう、コーチング受けたことある人っていますかって言ったら、あんまりそんなこと、誰も一人も多分受けたことあるっていう人、私の友達の中で誰も一人もいなくて、うん、こんな受けてる人誰もいない状態だったら、全然まだ市場あるじゃんみたいな、まだ伸びしろあるじゃんみたいな風に思って、で、これ面白いなと思って、そこで、こう、一気に、ね、その時の講座がですね、ちょっと180万ぐらいする講座だったんですけど、まあなんかもう、これでもう、これだけ1年とか2年とかかけて、いろんな業種見て、ああでもない、物販でもない、なんかこう、カフェでもない、あと、なんだろうな、なんかいろんなの見たんですよ。雑貨販売とかも、なんかこう、見たりとか、まあ、それこそさっき言ったような株とか、なんかそういうの試してみたりとか、うん、なんかいろんな業種、企業って言われて、こう、できそうなことみたいな、自分ができそうなことみたいな、全部当たった中で、まあ、一個もそれだっていうもの全くなくて、で、あ、コーチングだったら、これは、身一つでできるかもしれないみたいな風に思ったのがきっかけで、頑張ってこう、なけなしの、こう、お金でこう、やってみたんですけど、まあ、もちろん分割ですけどね。もちろん分割でやったんですけど、まあ、それが結構こう、まあ、運命的な感じでですね、本当なんかあの時やってよかったなっていう風に思ってるんですけれども、やってよかった、だし、こう、ハードルがやっぱりこう、結構コーチングって低いんですよね。まず、さっきから言ってるように、まず原価がかからない。これめちゃくちゃ大事ですよね。原価がかからない。で、結構紅茶教室やってる時とかも、めっちゃ原価かかるんですよね。なんかいろんなことに対して、まあ、お花を飾るとか、紅茶を買ってくるとか、まあ、いろいろあるんですけれども、結構ね、料理教室とかやってる方とかってかなりすごいなっていうふうに思いますよね。うん。生物を取り扱うんで、結構こう大変だなっていうふうに思いますし、街行くこうラーメン屋さんとか見ると、もうこれは驚異的だなみたいな。まあそりゃ、めっちゃ売れるなんかこう、スミレとかね。なんかこう、横浜家系みたいな、なんかああいう総本山みたいな風になったら、それはめちゃくちゃいいと思うんですけど、あんななんかこう、コンビニとかと同じぐらい乱立しているラーメン屋さんの中で、店舗の固定費を払って、家賃を払って、玄関も払って、自分が一日中立ちっぱなしでやるっていうのはかなりきついと思うんですよね。うん。で、まあ、
その店舗型ビジネスっていうのも、まあリスクが大きいなっていうふうに思って、じゃあもうその店舗の、まあ、家賃っていうか、前金、敷金、礼金とか、こう払って、こうなんかこう、カフェとか起業するよりかは、その敷金、礼金分を、ちょっとこの、なんかね、ちょっと、180万って多分当時で見ると、今となってはそれはすごい、安いなぐらいにちょっと思うんですけど、なんか当時の自分としては、もう本当普通の主婦なんで、やばいなみたいな感じでちょっと思って、でも、まあ、奮い立たせて、頑張ってやったんですけど、まあ、情報という名の仕入れだと思って考えてやったんですよね。なんか材料費とか、まあ、家賃とか、そういうの払うよりかは、もう、知識を仕入れだと思って、まあ、やったっていうのが結構良かったかなと。やっぱり原価かからないっていうのは女性にとってやっぱり一番いいことと、あと、時間ですよね。時間が本当に自由。これが本当にありがたくて、私、今ね、この下の階に、まあ、3歳児が寝てるんですけれども、さっきまで普通、頑張ってめちゃくちゃ葛藤しな、追っかけっこしながら、なんかこう、一生懸命服着せたりとか、で、寝させたりとか、まあ、言ってますと。で、一応こう、保育園には頑張ってこう、入れてるんですよね。で、ちゃんと市役所の方にも開業届とか出して、で、ちゃんとフリーランスとして、なんか保育園の先生にも私コーチングやってるんですみたいなふうに言ってるぐらい、やってるんですけど、で、まあそれでも周りのお母さんは結構聞くと、まあパートタイムとか、どこかの企業にちょっと時短でお勤めとかで、まあフリーランスでやってるのは同じクラスの12人中私一人だけなんですけど、多分これはもっとこう、日本がもう来年、再来年、3年後、4年後、5年後ってなったら、多分この12分の1っていうのは、12分の、まあ、3とか4とか5とか、どん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 ちょっとこう増えていくんじゃないかなっていうのが、まあ私の予想ですね。やっぱり、こう、通勤するのってすっごい大変なんですよね。やっぱこう、何かに追われるというか。で、一応やっぱ、こう、定期的になんかこう、あるじゃないですか、こう、行事みたいなのが。なんか、3歳児検診。まあ、これちょうど先週あったんですけど、3歳児検診、区役所のやつみたいなので、昼の1時から3時ですみたいなのとか、なんか保護者会昼の1時からですとか、そういうのがあると、こう、仕事を休まなきゃいけないっていう風になったら、なんか今日保護者会なんですよねって言って、で、その保護者会の次の日にまたこの3歳児検診っていうのが連チャンであるんですよね。この連チャンであったら、もし私がどこかの企業に勤めていたら、もうめっちゃ言いづらいですよね。なんかこう、火曜日はこれで、水曜日はこれで、で、また来週がなんかこう、親子遠足みたいなのがあって、みたいな風に言うと、いやーなんかもう休みばっかりで有給なくなっちゃうじゃんみたいな風に絶対なるんですよね。なんかこういう時間でめっちゃ悩んでますっていう方、なんか時間悩んでますみたいなコメントとかもらったりとかできません？難しいですか？コメントがちょっと書きづらいのかな？なんかコメントはね、あれなんですよ。こう、LINE アットの URL からリンクで飛んで YouTube 見たら、そこからこう、ブラウザに飛べる、四角の、こう、なんていうかな。なんかサファリとかクロームの方に飛んだらコメントが書けるんで、ぜひね、なんか質問とかそういうのでもらえるとめっちゃ嬉しいんですよね。そうなんですよ。YouTube ライブって結構自分がこう喋ってる感じで、皆さんのこうコメント、なんだろう、返答っていうのが、とか、顔っていうのが全然一切見えないんで、こういうふうにコメントとかもらえたらめっちゃ嬉しいんですよね。あと、なんかこう、アクションとして、こうちょっと、かなさん、こんにちは。松浦さん。あさみさん、時間に追われまくってます。そうですよね。時間追われますよね。そうなんですよ。
でもね、やっぱね、フリーランスってやると結構融通が効くんで、この時間っていうのはかなりね、いい感じにまと、動くことができますよ。あと、結構コーチングって、まあ、女性の、こう、起業として向いてるなって思うのは、多分、歳を取ってもできる。結構、周りのコーチ仲間みたいな方とかでも、30代、40代、50代、50代の方とかも全然いるんで、結構、コーチングとか、そういう話すっていうことであれば、まあ、ゆくゆくはその、講師みたいな形でできますし、まあ、やっぱり経験がものを言うので、経験をこう誰かにこう伝えていくっていうような意味で言うと、結構その20代、30代、40代、50代って年を重ねていった方が幅はすごい増えますよね、喋る。伝えられるあのこともいっぱいたくさん増えてきますし。そうですね。ああ、ガルシアさん、そうですよね。こう、そうなんですよ。ガルシアさん、毎日9時間職場にいます。フリーランス目標です。大丈夫です。のぞみさんは絶対本当に私、嘘でも何でもなく絶対売れると思ってるんで、大丈夫です。っていうね。なんか結構こう、クライアントさんも、鳥取県とか、名古屋とか、あと、アメリカの方とかも複数名いらっしゃったりとか、あと結構今も体験セッションとか、なんかお聞きしてた山梨とか、長崎とか、本当にいろんな全国いろんなところから、こう、セッションっていう風になって、オンラインでさせていただいてるんですよね。で、オンラインで Zoom っていうのを使ってやったりとかするんですけれども、もう本当に資料とかもウェブ上でこうやり取りできたりとかするんですよね。そう、あさみさんありがとうございます。コミュニケーションが得意な方ではないので、コーチングが向いてるかどうかわかりませんが、原価がかからないところ、時間に制約がないところがかなりのメリットで光ります。いや、そうなんですよ。原価がかからないって利益率 95% ぐらいありますからね。まあ、かかるのは多分ね、セミナーをやるんだったらセミナー会場とか、あとは、まあ、お茶代ですよね。お茶代。で、交通費とか、あと意外とかかるのは、まあ、広告にチャレンジするんだったら、まあ、広告費とかもいりますけども、まあ、LINE アットも、全然月に5000円ぐらいの使用料であれば全然できると思いますし、まあ、本気の0円で狙っていこうと思ったインスタグラム、今、インスタグラムが、めっちゃ熱いんですよ。っていうことで、ちょっと、まあ、コーチングの起業に欠かせないものは、っていうことに、ね、ガルシアさんすごいですよね。原価がかからないって本当すごいんですよ。本当にすごくて。そうなんですよね。他になんか原価かかんない仕事ってあるかなって思ったら、まあ、お医者さんとかあんまかかんない。まあ、医薬品とかかかるけど、まあ、芸能人ぐらいですよね、多分ね。芸能人とか、まあ、政治家とかになったら、もう、それはもう本当時間と、あとこう、もう本当一言言ったら、ドカーンってこう跳ねるみたいな。ね、なんか、最終的には、こう、私、自分のクライアントさんとかにも、ぜひ目指していただきたいなって思うのは、やっぱこう、モチベーショナルスピーカーみたいな感じですね。やっぱこう、誰かをこうエンパワーメントするとか、まあ、本当にコーチングってあんまり長く喋っちゃダメなんですよ。自分のコーチにも昔言われたんですけど、話しすぎると、まあ、ちょっとコーチング失敗っていうか、なんかこうメールとかも、私結構長、感情結構高いタイプなんで、すごい長く書いちゃうんですけど、自分のコーチに、いや、もうなんかもう5文字ぐらいにまとめろみたいな。もうなんか短くメールしろみたいな風に言われて、それでなんかこう短くする訓練みたいな風にもやったんですけど、結構ね、男性のコーチの人ってすごいなんかね、で、それはみたいな。で、それははてだとか、
なんかそれってどういう意味はてなとか、定義ははてなとか、結構3文字4文字とかでメール返ってくるんで、女性とかだと結構ね、あんま慣れないかも。なんかこうグサッみたいな感じで思ったりとかするかもしれないんですけど、うん。なんかね、昔、そう、そんなこと言われて、でも確かにそれはそうだなと。なんか本当に、最終的にもう、多分コーチの人に、自分のコーチとかに、いいんじゃないとか、なんかもう6文字とかですよね。いいんじゃないって言われただけで、めっちゃダーンってこう、パワー湧くんですよね。あ、なんか本当に悩んでたことがあって、その悩んでたことを、これでいいのかなってずっと一人で考えてるんですよ。ずっと一人で考えてて、それを、なんかこう、ちょっとこう、緊張しながら、や資料とかまとめて、ちょっとこれでいいですかみたいな感じで言って、あいいんじゃないみたいな感じで言われると、もうそれだけでもちょっとエンジンバーってかかるみたいなね。すごいいっぱいいっぱいなんかコメントめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。フリーランスは時間と人、場所を選ばないですよね。そうそうなんですよ。で、こういうふうにね、アウトプットしてコメントしてくれることが、多分ね、一番脳みその中にインプットされるんですよ。アウトプットは多分インプットなんですよね。だから、どん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 、こう、自分の思ったことっていうのは、どん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 アウトプットしていく。これ、私、今日も、急に、YouTube ライブやろうって、なんか、昼の11時ぐらいに思いついて、で、なんか、本当は、多分ね、3日前とか4日前から、こう、告知してやってった方がいいんですけど、もうね、もうやろうって思ったもん、やった方がいいんですよ。で、これがいいよっていうふうに聞いたら、もう次の日絶対やった方がいいんですよね。もうこれやったら、なんか失敗したらどうしようとか、これなんか決まってないからもうこれやれないとか、もうそんなの関係なくて、多分、ここを見てくださってる、結構ね、今ね、何十人もの方が見てくだ、同時に視聴してくださってるんですけど、この皆さんが、今持ってる自分の知識をもう明日 YouTube 解説して、もう明日からもう YouTube ライブやろうみたいな風に思って、こうどんどん発信することによってお客さんがどんどん来るんですよね。うん。で、それが、フリーランスは時間と人、場所を選ばないですよね。それが素敵です。私も小さい子供が2人いて、17年営業職ですがきついですね。17年営業職は、私も営業職だったんでね、わかります。なんかね、いきなりなんか、ちょっと小旅行ぐらいの勢いでなんかもう毎日結構群馬とか栃木とかなんか新潟とかすごいいろんなとこ行かされてですね、めっちゃ大変だった。江戸時代まではみんな個人事業主だって明治から財閥ができて戦後日本復興のため夫がサラリーマンとして働くと女性が支えるような形になって今その延長なんだと思います。ヘミさんのような方が増えてくると女性が最大限に輝ける生き方ができる気がします。ありがとうございます。そう。あ、これすごい私共感しますね。明治、そう。ね、江戸時代まではみんな、個人事業主だったのに明治から財閥ができて、ね、そう、サラリーマンっていう制度ってね、結局ね、多分、まだね、70年とか、80年ぐらいしかあんまりないですよね。で、そもそも多分江戸時代の時とかは、みんな自分の家でお魚売ってたりとか、着物売ってたりとか、自分の家で採れたこう野菜をみんな家族で売ってたりとか、みんなが、まあ、個人事業主であり、みんなが自分の一人起業家みたいな状態ですよね。江戸の町とか。もうほんとみんな一人起業家みたいな。まあ、強いて言えば武士がサラリーマンみたいな感じですよね。親分がいて、その中で下で働いてる、まあ、こう、武士のちょっと下級武士みたいなのがいて。まあ、今で言う多分、超スーパー起業家みたいな、こう、孫正義みたいな感じとか、まあ、柳井さんみたいな人が、まあ、かつての、こう、織田信長とか、まあ、天下人みたいな感じだと思うんですけど、そうなんですよね。だからサラリーマンっていうのは本当非効率的なんですよ、完全に。早くフリー、あ、小林さん、あ、小林かおりさんありがとうございます。早くフリーランスで活動したい、していきたいです。メール、話し、長くなっちゃいます。そうなんですよね。これね、私もね、そうなんですよ。結構ね、メールとか話とかすごい長くなっちゃってね、昔自分のコーチが40代後半の男性だった時に、私結構こう感情タイプなんで、めっちゃこう、いろんなものをメールで書くんですけど、なんか、
エミさんのメール見てたら、うわって感じるとかって言われて、うわって感じるって何なんだろうとかって思って、でそれで終わるんですね。うわって感じる、丸みたいな。ちょっとテンション下がったんですよね。完全に。完全にちょっとコーチング受けて若干チュンってこう、なんかこう下がってるんですけど、でも多分未だにその一言を覚えてるっていうことは、なんかこういらないことをあんまりこう言ったらいけないんだなと。うん。やっぱりこう、相手のためにならないんだろうなっていう風なのは、こうその時感じて、やっぱりもう最近ね、なんか堀江貴文が言ってたんですよね。もうもはやメールとかいらないみたいな。なんかもう電話とかしてくるやつとかもうダメだみたいな感じで、なんかもう、うっすとか、2文字とか、なんかもう、なんならもうスタンプ1個でいいぐらいの勢いだよね、みたいなこと言ってて、まあ確かに、まあ、スタンプ1個まではちょっとなんかあれかもしれないけど、私なんか結構どっちかっていうと、なんかこう、優しく、なんかこう、頑張りましたね、みたいな感じでこう、言いたくなっちゃうタイプなんで、なんかこう、頑張ってる人を、頑張ってない風に絶対言いたくないし、頑張ってる人を絶対なんだろうな、なんかこう、ほんとちょっとでもなんか心が弱ってる人とか見ると、すごいこう、ほっとけないタイプなんですよ。なんで、こう、みんなで勝つみたいな。みんなで、こう、ちゃんとこう、上がってこうみたいな。で、ちょっとこう、シュンってなってる人とか、結構自分が昔、本当に、ちょっとね、激務すぎて鬱になった時があって、打つっていうか、こう、体壊した時があったんで、あ、この人結構、こう、ちょっと今や、本当に精神的にも、体的にもちょっときついかもしれないみたいな風なのが、すごい察知する感度は多分ね、結構高いなっていう風に思うんで、なんかそれでね、なんかこう、言うんですけど、結構ね、短く言うっていうのは、まあ、コーチングの時にはすごい大事なんですよねっていうので、そう。で、ちょっとね、ごめんなさい。なんかすごい白熱しちゃって、もうなんかライブ41分とかやってて、本当に恐縮なんですけど。うん。で、まあ、コーチングに向いてるのはコミュニケーション力があって、熱い人か。まあ、熱い人も向いてるんですけど、でも全員が全員、全然そんなことはなくて、いろんなタイプのコーチの人がいて、本当にいいんですよね。やっぱり、自分の周りのコーチ仲間とかでも、すごい冷静な人が今、私のコーチとか結構冷静なタイプでしたよね。なんか冷静と情熱の間みたいな風におっしゃってて、なんか私のエネルギーがめっちゃ高いから、まあ俺はそのエネルギーの高いのには合わせないみたいな。逆に、俺は低くいくから、もうその、こう高くなりすぎてどっか行っちゃいそうになるのを俺は低くして止めるみたいなこと言われて、あ、そうなんだとか、そうなんですかねみたいな感じで思ってたんですけど、どっちかっていうと私はね、熱いからそのままね、もうこう、いけみたいな感じでなんかこう熱くやっちゃうタイプですけど、まあいろんな人がいていいと思いますね。で、はじめまして、整理収納アドバイザーをしていますが、コーチングの要素も高く興味あるんです。絶対ありますよね。整理収納アドバイザーの方とかって絶対コーチングの要素あると思うんですよ。私、昨日思ったのが、あれですよ。お片付けの、アメリカの、今もうアメリカ行っちゃってカリスマの、なんだっけ、ときめきの人。近藤さんですよね。ときめきお片付けの方。で、あの方とか、こんまりさん。そう。なんかね、YouTube ライブやってると全然ちょっとどっか飛んじゃうんですけど、そう、こんまりさんが、こんまりメソッドみたいなやつで、まずなんかその、ゴールみたいなの、自分がなんかどうなりたいかみたいなのを、ゴールみたいなのを設定してから、ちゃんとその、取り掛かりなさいみたいな、なんかそういうメソッドとか、あと一気に自分の今なんか持ってる服みたいなのを、箇所に全部もう出して、これぐらいあるんだみたいなのを視覚的になんかこう、絶望するぐらいまで見てから片付けるみたいなのとかやってて、あ、これもうコーチング要素めっちゃ入ってるじゃんとかって思って、これ多分きっとこれ指導するときとかコーチングみたいなのとか入れてくんだろうなとかって思ってたんですよね。そうで、そうなんですよ。だから結構その異業種とコーチングを合わせるっていうのはめちゃくちゃありで、まあ、今ね、
こうプログリッドっていう、結構山手線とか乗ってると英語コーチングはプログリッドみたいな感じでなんか結構広告とか出てるんですけど、あれね結構ね2時間なんか2ヶ月で40万ぐらいとかして、本田圭佑とかがなんかこうモデルとかになってるんですけど、短期間でコミットして英語を喋れるようになるみたいなので、でもう英語コーチングってなんか僕言ってるんですよね、電車広告とかで。あとなんかもう一個で言うと、よくか生徒さんとかにも例とかで出すのは、そうそう、促進させる感じで同じなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、そう。で、ライズアップとかもコーチング要素がめちゃくちゃあってですね。もうなんかホームページとか見たら、なんだろう。なんか心理学に基づいた、こう、継続させるメソッドみたいな。なんとかコーチングとか書いてあって、やっぱこういう何かと何かをこうくっつけるみたいなのとか、まあ、プログリッドも英語も原価がかかんないですよね。で、ライズアップも原価あんまかかんないじゃないですか。やっぱそういう業種っていうのが、こう、すぐ短期間でこうドーンっていう風にいくっていうのは、やっぱりこの、女性がリスクをかけないで起業するっていう時点で言うと、絶対原価っていう発想は絶対持っといた方がいいと思いますよね。うん。そうなんですよね。はい。で、まあ、コーチング企業をやるにあたって、結構絶対私は欠かせないなと思うのは、マーケティング。マーケティング要素と、あと、集客ですよね。もう集客が絶対できないと、基本的に自分の友人、知人とか周りの人に、いや、コーチングっていいんだよ、みたいな感じで言っても、絶対多分ね、0.5% ぐらいの人しか受けてくれないんですよね。あんま、ほんと正直言うと。で、コーチングがうまくハマるのはめちゃくちゃ頭いい方なんですよ。地頭がいい方とかっていうのは、こう質問1個とかでバーンって響いてくれるんで、めっちゃそういう方とかすごいこうハマった。だから経営者の方とかって、コーチングとか、こう、エグゼクティブコーチングに取り入れたりとかするんですけど、でもね、世間一般の人はあまりにまだね、コーチングっていうのそんなにはよく分かってないんですよ。で、多分今日ここを見てくださってる方っていうのは、結構感度がいい方で、これは、コーチングっていうものが、いいものかもしれないっていうのを本能的にちょっとこうピンってこう感じてる方っていうのは結構ね、知らないうちにこうなんかこう時代の一歩先って何なんだろうっていうふうに多分ね考えてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。私基本的にアメリカでなんか結構20年前とか10年前とかに流行ったものって絶対10年遅れぐらいで絶対日本に入ってで、ブレイクすると思ってるんで、結構、私のクライアントさんも、アメリカの方とかいらっしゃって、なんかお聞きしたんですよ。なんか、コーチングってめっちゃ周りでありますとかって言ったら、めちゃくちゃあります、みたいな。もうね、みんなね、コーチつけてるよ。みんなコーチいるよ、みたいな感じで言ってて。でも、あと別のクライアントさんが、なんか、ブラジル人の彼氏とずっと3年ぐらい付き合ってるみたいな方がいらっしゃって、で、そのなんか彼氏に聞いたら、ブラジル、あ、もう僕もなんかコーチつけたことあるよみたいな風にブラジル人の方とかがいてて、なんかみんな結構みんな結構ね、起業してる人とかコーチつけてるみたいなことをブラジル人の人が言ってたみたいな。で、割と海外だとなんか結構いい感じになんかこう、それいいよねみたいな風にどんどん広まってるんですけど、日本ってなんかね、やっぱりね、義務教育の時に、先生から何か教えてもらうみたいな。で、偏差値がいい。偏差値で、あれおかしいと思うんですよね。なんかもう偏差値で、なんか表とかもらって、60以上だったらこれとか、なんか70以上だったら何とか、本当に超細かく、なんか55とかだったら、なんとかかんとか大学の何々学部とか。で、その、学部も、その大学に入りたいから、なんか、本当は英文学科とか行きたいけど、その大学に入りたいがために、なんかちょっと人気なさそうな学部に入るとか。で、学部が全然英文学科と、例えば、なんか、国語科とかだと全然習うこと全く違うじゃないですか。全く違うけれども、
その偏差値だけで、なんかその大学に入りたいがために、こう、入っちゃったりとかすると、それってやっぱりね、自分の強みとかめちゃくちゃ殺すことになると思うんですよね。で、そういうのがすごいもったいないなと思って、で、やっぱり最終的には絶対になんかこう、学生とか、小学校とか中学校とか高校とかで、こう、コーチングとかやったら、もう絶対いいと思うんですよね。で、なんかもう、うち息子になんかこうコーチングとかできないかなとかって思って、最近な、そう、ちょっとおかしいんですよね。やっぱりね、こう、のぞみさんはね、プロだからね。もうで、その、のぞみさんの、あの、ガルシアさんのこう、プロのね、アメリカの教育っていうのをね、どん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 日本に持ってきてほしいなって思うんですけど、結構最近子供とめっちゃコーチングごっこみたいな感じで、まだ3歳なんですけど、5年後何に、5年後翔ちゃんは、うち翔ちゃんって言うんですけど、5年後翔ちゃん何になりたい？みたいなこととか、それはどうなってたいですか？みたいな、なんか分かってないかなみたいな感じで思っても、なんかこうずっと問いかけてたら、なんかね、社長さんになるとかって言い始めるんですよ。社長さんと、電車の車掌さんと若干間違えてるんですけど、なんかこう、なんとかになるとかって言ってくれるのはすごい、なんかね、めっちゃ嬉しいんですよね。うん。で、結構、なんか私のコーチ仲間の人に聞くと、その方結構そういう親子コーチングみたいな感じでやってる日本の方なんですけど、男の子には、こう、かっこいいねって言うと、めっちゃ響くらしいです。なんかちょっと脱線してますけど、かっこいいねっていうのはすごいなんかこうキラーワードらしいですよね。絶対使った方がいいなとか、使うっていうかこういっぱい声掛けした方がいいなって思うんですけど、そう。だから結構ね、コーチングっていうものを勉強すると、なんかこう講師にもいろいろ使えるし、結構こう気づくことも多いし、まあ、旦那さんとの会話とかも最初は結構難しいんですけど、なんか昨日とかもうめっちゃ承認してみようとかって思ってすごい一生懸命なんかね前向きな言葉がけみたいなのしてたらなんかすごいこう爽やかな感じになんか仕事行く時も行ってらっしゃいみたいな感じで言ってくれてあ、なんなのこれみたいなすごい変わっちょっと変わってんじゃんとかって思ってたんですけどまあで、起業っていう面で言うと、そうだな。なんか質問とかあります？こう、ぶっちゃけこれってどうですか？みたいなこととかあったら、残り、ちょっとすいません。なんか30分でやるとか言って52分とかになっちゃって、もうね、絶対みんな眠たいと思う。眠たいと思うって思っても、ずっと同時視聴がこれだけずっと、なんだろう、結構30ぐらいずっと続いてるって素晴らしいなって思うんですけど、ありがとうございます。なんか、夜遅くまで見ていただいて。なんかこれって、聞きづらいですけど、聞きたいですみたいなこととかあったら、全然、ちょっとだけ喋るんで、なんかあれば、特にないですか？マネー問題とか大丈夫ですか？いいですか？とか言って。ね、まあ、結構、クライアントさんには、なんか、結構普通に月商の話とか、これぐらいだったらこれぐらいだよとか、言いますけどね。あ、香織さん、こんばんは。受信力が高くて、自分力がない気がします。自分で考えて動ける、判断したり、周りを気にしないで、子供も大人も少ない。でも、ちょっとしたきっかけで引き出すと、それぞれがいいものを持っていたりするから、コーチングを広げたい。そうですね。なんかこう、日本とか本当に、周りを、気にしまくりですよね。なんかこう、ちょっとしたきっかけでっていうのが、これがミソですよね。あ、松浦あすみさん、親子コーチングとは、親子に向けて行うものですか？そうですね。なんか、あ、これ結構いろんなパターンがあって、そうなんですよ。結構子供、りんりん、なおみです。なおみさん。はい。こんにちは。親子コーチングって、子供に対して、こう、
愛情をかけているけれども、でも、なんかこう、お母さん自身ももっと前向きになってほしいっていうので、お母さんに対してのコーチングっていうのも兼ね備えてやってらっしゃるっていう方も結構いますよね。うん。で、別に子供だけじゃなくって、家族全員、お母さんもお父さんも、みんなでこう幸せになろうっていうふうに思って、やってらっしゃる方っていうのは結構周りにいますよね。うん。すごい需要ありますよね。やっぱり。で、お母さんもコーチングができるようになるみたいだね。で、子供に、ペップトークっていうのが、なんか私最近なんかこう、保育園からもらってきた月刊誌みたいなのに、ペップトークみたいなのなんか書いてあって、めっちゃ面白かった。なんかね、これ、なんかこういう、普通に保育園で、なんか配られて、あ、保育園じゃない、これ芽生えだ。芽生えの別冊みたいなので、これめっちゃ面白いじゃんとか、子供の心が育つ魔法の言葉がけペップトークみたいなのがあって、こういうやつ。なんか、お父さんとお母さんのためのその気にさせるペップトークみたいなので、何々ちゃんならきっとできるよとか、何々ちゃん、あ、そう、存在の、これ面白かったですね。存在の三段階と親の行動みたいな。一番根底が存在承認で、二番目が行動承認で、三番目が結果承認。まず存在を認めるってすごい大事なんですよ。これ結構コーチングでもすごい大事で、あなたがいてくれてよかったっていうのを、本当に、こう、伝えてあげるんですよね。例えば会社とかでも、なんか一生懸命、あ、ほんと、小林香織さん、それ、絵本コースでもやってます。あ、ペップトークのことですか？あ、いいですね。いいですよね。へぇ、なおみです。親子コーチングにも興味があります。息子は伸び伸びした感じの子だったのに、小学校に入った途端、みんなと一緒でないのがいいみたいな教育に元気がなくなってきた気もします。ねえ、なんかこの日本の出る杭打たれる文化っていうの一緒に変えませんかみたいなね。もう私一番嫌いな言葉がもう空気読むっていう言葉と、あと最近嫌いな言葉がなんかね、忖度みたいな。この二つめっちゃ嫌い、もう絶対嫌みたいな。もう空気とか読まなくていいですよね。空気とか読まなくていいとか言ったらあれかもしれないですけど、そもそも、新卒の時に、みんなが、なぜ就職活動とかの時に、黒いスーツをみんな一生懸命着て、みんななんかこうやって、一つに結んで行かなくちゃいけないのかっていう風なのが、そもそもなんか疑問に持ちすぎてて、もうずーっと私、黒いスーツを着ないで就活するっていうの、なんかこう、それが良かったのかどうかわかんないですけど、もう、ずっとなんか茶色とかグレーとかなんかスーツを絶対着てやろうとかって思ってやってましたね。それでありのままの自分で受け入れてくれた会社が、まあ、合うだろうな、みたいなふうには思ってたんですけど、コーチングとの組み合わせに整理収納アドバイザーの方を例に挙げられてましたが、他に相性のいいもの、逆に悪いものあったりするんでしょうか？相性がいいものはね、占いとか、私の知り合いでなんかもう本当ね、占いとコーチングで月に2000万売り上げてる方いるんですよ。やばいですよ、本当に。まあ基本的にどっちもこう、話すっていう感じですよね。話す。で、結構ね、経営者向けの方とか、経営者向きとかにやるとすごいいいですよね。逆に、悪いものがあったりするかな。あ、でも、相性がいいもので言うと、やっぱり英語とかも相性いいと思いますし、結構何でもスピリチュアルとも相性いいと思いますし、あと恋愛。恋愛ですよ、恋愛。恋愛の需要はめっちゃくちゃ高くて、恋愛コーチって普通に1年ぐらいで全然年収1000万とか超えるとか全然ありますからね。普通に企業コーチとかも全然1年で1000万とか超えるとかも全然ありますけど、逆に悪い、
逆に悪いものとかって、どうですかね。いや、全然ね、なんかね、ま、FX、そういうことなんかね、株とかそういう資産形成とかの講座とかやってるとか、あと税理士さんでコーチングやってるとか、いっぱい結構もありますね。税理士さんでコーチング要素を取り入れて講座運営してるみたいな方とか、はい。最近はコーチング取り入れてる私立の学校とかあるらしいんですよ。もっと普及してほしいですね。本当ですか？私立の学校とかあるんですか？気になる、ね。よくね、よく言うのは、青山学院大学の原監督はめちゃめちゃ大、テレビとかで超コーチングの話してますよね。なんかもう、なんか、TOKIO の国分とくんとかとなんか言ってたような気がするの。なんかいろいろ。とか、まあ一番なんかこう、コーチって言ってパーンってこう、目に浮かぶのは大阪直美のコーチとかですよね。なんか、コーチがつけてたけど、一人でできるかなと思ってコーチつけるのやめて、一人でなった途端、全然勝てなくなって、また違うコーチつけて、どうしようみたいな。あれとか本当短期間で、やっぱりなんかこう、声掛けとか、相性とかってすごいいっぱいあるんだろうなっていうふうに見てて思いましたよね。はい。ということで、ちょっと、なんか、話そうかなーって思っていたことの多分ね、4分の1か半分ぐらいしかずっと今日喋れなかったんですけど、よく〇〇コーチングっていう場合でやってるものと、ふわっとした言い回しで、講座のようにやってるコーチングとかありますが、スタート時に具体的な方がゴールが見えるか受け入れられやすいのでしょうか。ね、これって、別に、こだわらなくていいところですね。いいんじゃないかなって私は思うんですよね。結構その、コーチングって、まあ前面に出して起業するっていうのも、まあ一つありますし、まあ法人とかやるとかってなったら絶対コーチングとかつけといた方がいいですよね。本当に。エグゼクティブコーチングとかやるんだったら。でも、まあ、講座、まあ、コンサルとコーチングの違いって普通になんかこういう、わかってる人とか、ほとんど世間の方とかあんまりわかってないので、まあ、自分のその講座とかを、こう、コーチングって、まあ、言ってもいいし、言わなくてもいいっていうところだと思いますね。でもまあ、個人的には、全然、もう言い切っちゃって、何々コーチングっていう風に言うと、なんか自分もね、こう、コーチングラブだったら言いたいじゃないですか。なんとかコーチングみたいな風に。だから、全然いいと思いますけどね。そう。でも、あんまり、それが、もっと多分ね、10年、5年後とかになると、もっとなんかね、コーチングっていうものが世に広まってくるんで、で、そうなったら、こう、コンサルとコーチングの違いとか分かる人がめっちゃ増えてくるんで、あ、なんか私もっと前に進みたいから私こう、今はコーチングな気分だわ、みたいな風になんかこう選択できるようになったらなんかすごいですよね。消費者の方がめちゃ、お客様の方がこう、コーチングとカウンセリングとコンサルの違いとか、セラピストとか、なんか、そういう一つ一つのものの全部の定義を分かってるみたいな風まで広まったらすごいですよね。うん。ですし、あ、そうそう、選択できる。別にね、こう、自分もコーチングやってますけど、コーチングって一番最後にフィードバックとか入れたりするんですよね。で、フィードバックいいですかみたいな感じでフィードバック入れるんですけど、その時とか全然自分のその、こう、答えみたいなところもバーってアドバイスとしてお伝えすることもありますし、まあ、講座、
みたいな感じで、で、結構私、その、コーチングの要素も教えるんですけど、めっちゃ結構ね、ボリューム多いのが、6割ぐらいかな ?7 割ぐらいかな、結構、集客とかマーケティングのことに関してかなり時間割くんですよ。それはなんでかっていうと、コーチングってすごい資格だけめちゃくちゃいっぱい持ってたとしても、なかなか売ることって難しいんですよね。なんかいろんな資格とか持っていて、どこまででもこう、積み上げ、資格とかいっぱい取っていっても、一人もクライアント様いらっしゃらないみたいな方ってすっごいたくさんいるんで、じゃあ、100回、こう、デモコーチングで、自分の友達とコーチングするのがいいのか、もしくは、1回有料でお客様を、ちゃんと、1000円でも2000円でも3000円でも5000円でもいいから、ちゃんとお金をいただいて、コーチングをいっぱい経験してる人と、やっぱりこう、本気度も違うし、経験っていう意味で言うと、やっぱりこう、ちゃんとこう、有料のクライアント様を、マーケティングとか集客とかを駆使して、ちゃんとこう、対応してる人の方が、結構ね、引き出し結構広かったりとかするんですよね。うん。だからかなり集客とかマーケティングっていう要素も、本気で結構こう、起業するっていう風になったら、コーチングで仕事していくっていう風になったらめっちゃいると思いますね。はい。ということで、ちょっと長くなってしまったので、今日は、このあたりで、ね、ちょっと夜遅くすぎて申し訳ないんですけど、また、そうだな。これが、なんかこう、いいなって思ったら、ぜひいいねっていうのを押していただきたいのと、あとまた結構こう、今日楽しかったのと、いろいろ皆さんと、質問とかいただきながら、いろんなお話できて、ライブすごいいいなって思ったので、また定期的にやりたいなと思っているので、その時はぜひ見ていただけたらいいなっていうふうに思います。で、最後、ここでちょっとこう、プレゼントなんですけれども、今、もうちょっとね、結構終了気味だったんですけど、体験セッション、3000円の特別体験セッションっていうのを30分ですね。30分コーチング、特別セッションっていうのをプレゼントします。で、先着で、5名の方に体験していただけるようにします。で、福井恵美のこう LINE アットの方から、このライブが終わった時に、メッセージ先着順でいただけたら席を確保しようかなっていうふうに思ってますので、LINE アットの方にメッセージをください。YouTube ライブ見ました。まあ、体験セッションみたいな感じで。で、これちょっと反転しちゃってるかな?反転しちゃってるかもしれないんですけど、アットマーク福井恵美で LINE の ID 検索で検索していただくと、出てくるので、ぜひね、体験セッションちょっと、まあ、そんなに頻繁にやらないので、やってみたいなっていう方は、メールを、これが終わった後にください。ということで、今日、はい、ちょっと長い時間になりましたが、ありがとうございました。また、ライブでお会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。